今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。たくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は伊那市の春日公園にやってきました。桜が綺麗だということでやってきましたが、満開っぽいですね。期待持てます。春日公園内憩いの広場、なんか桜もこれ一色じゃないね。この白っぽいのが多分ソメイヨシノだと思うんですが、色の濃い桜も咲いてます。なかなか見事じゃないですか。桜吹雪になってるわ。あの舗装も桜。いい感じじゃないですか。あれはひときわ濃いね、色が。あそこお弁当食べてる人いますよ。はい。はい、これは色濃いね。はい、あのさっきの高遠城址があまりの混雑だったので別世界ですねここの桜の木は大木ですよね。すごく大きな木です。はい、この下ずっと崖になってますが、そこも桜です。であそこにジャングルジムもあって、親子連れで来るのに良さそうな公園ですね。この木はしだれ桜で、すごいしだれ桜とは思えないぐらいの巨木ですよ。これ高さ15メートルぐらいありそうですね。木登りしてる子がいるわ。向こうぼんぼりがたくさんあるから、うん、向こう行ってみましょう。ここは芝生広場ですね。はい、三の丸橋、春日城市、はい、春日城があったところですね。渡ってください。こちらはいかにもお花見広場って感じですね。はい、そうですね、待ってみましょう。キッチンカーも来てるわ。ここは本当に市民公園やね、地元の方が。で、高遠城の方は観光客向けという感じですかね。はい、二の丸橋。おお、こっちもすごいじゃないですか。いや、いいとこだね。うん。
たらよ。ああ、お弁当持ってきてくって。そうだね、うん、さっきあのお昼ご飯食べてきたんですよ ね、 ねもうちょっともったいなかったですね。いやすごいわここは。はい、中央アルプス側はあの駒ヶ岳は見えなかったですね。宇津木岳は山頂の方だけちょこっと見えましたけど、あ、南アルプスバッチリ見えてるじゃない。はい、素晴らしいじゃないですか。はい、眺望抜群ですね。おー、眼下はあの桜ですよ。しかしこのシャドウ恐ろしいね。ではこの絶景をなんか名残惜しいですが、ハラハラと、もう桜に包まれてるよね。いや、これだけの場所ってのはなかなかないですよね。地点に一番の桜の名所探すとかないと思う。ここだってそうやな、そうやろ。そうだね。これくらいのなんか。あ、なんかこの植栽が面白いわ。なんだこれは。ポコポコ。いや、こちらの桜も大木だね。ここに春日城の遠隔。伊那の勘太郎碑。勘太郎月夜歌。影か柳か勘太郎さんか、伊那は七谷糸引く煙。捨てて別れたふるさとの月に、忍ぶ今宵のほととぎす。うわ、でかい桜の木だわ。しかしこの規模の割に人いないね。公園のスロープを降りてきました。あそこに橋かかってますね。あれを渡ったやつですね。でそこが駐車場で、でそこに、あ、そこに鳥居があって滝があるそうですので、まず滝へ行ってみます。何の滝っていうんですか。長命の、長命の滝というそうです。馬頭観音ですね。どこだ。音はすれど滝は見えず、どこでしょうか。春日神社。え、これこれ、あー、なんかこう滝だった痕跡ですよねこれ。はい、水はもう流れてなかったです。はい、残念でした。では春日神社参拝します。
なかなか立派な石灯籠ですね。すごく立派な。いやー、すごく立派ですよ。この参道すごく整備されてるじゃない。ああ、なるほどね。これ上がってくるのはなかなか大変でした、はい、社殿もめちゃ立派。はい、大きな絵馬が飾られてますね。で、これが本殿。本殿もでかいわ。で、これが、はい、稲荷狼。拙者天満宮。いや、たくさんありますよ。拙者、末社が。こっち側にもたくさんあるわ。では代表して天満宮に参拝しましょう。駐車場まで戻ってきました。ここまでで49分、 1.59 キロ、累積評価39メートルでした。いやー、素晴らしいですね。満開でも本当超見頃ということでした。で、しかもあの高遠城址公園と違って人は少ない、南アルプスも見れる言うことなしでした。穴場ですね。